どうも皆さんこんにちは、佐藤さんもいっぱいです。はい、まあ今年の夏もいろいろあります。私ありがたいことにいろんな催しがございましてね、久しぶりに宮倉でね、岩手の宮古市に行ったりだとかね、あとウェーブのイベント、ウェーブのイベントあるんですよ。なんかご機嫌なイベントらしいっすよ。なあ、ね、いやすいません、何も知らないんで今すいませんね。まああとは SBS があったりとかね、はいはい、にぎやかなイベントが続きそうですね。でですよ、この佐藤さんもう一杯でもイベントをやります。そのお知らせをちょっと今日はねさせてもらおうじゃないかと思うわけですよ。いいっすか。まず1個目なんですけど、1個目、はい、クリスマスのご都合は皆さんいかがですか。今年はね、毎年毎年皆さんのこの貴重なクリスマスイブだったり、このクリスマスの当日だったりとか、このお時間を頂戴しているんですけど、今年はいかがですか。さすがにこの毎年毎年イブだね、クリスマスだ、こういったお時間頂戴するのは難しいですよね。わかります、わかります、わかります。そうですよね、難しいと思います。なので12月22でどうすか。12月22日の日曜日なんですけど、はい22日どうですかね。ちょっとずらしてみたんですけど、今年はちょっとご検討いただけるといいかなって思います。はい、12月22日の日曜日です。はいはい、二つ目なんですけど、二つ目、はいはいはい、クリスマスイベントの前にもイベントやりたいんですよね。11月なんですけど、11月です。はいはい、11月にとある報告会イベントなんてやろうかなみたいな感じなんですよね。何の報告かっていろいろあるんですよ、考えてるのが。11月です。詳しい日程は次回の配信でお伝えしようかと思うんで、今皆さんにこうご検討いただきたいのは11月の、まあ、どっかの週末でしょうね。11月どっかの週末と12月の22日の日曜日をご検討いただけると佐藤は嬉しいかなと思います。皆さんと楽しく遊びたいなと思ってますので、よろしくお願いします。乾杯。今日はツインアルプスのハイボールでお届けしております。大変だ、小川さん。これは酔っ払うぞ。全然飲みやすくなっちゃって。ごくごくいけちゃう。これはね、あえて言おう。俺が大好きな、美味しいけどまずいやつ。現れたな。どんどんいくな。今日も山形の美味しいやつです。佐藤錦って知ってます？皆さん、さくらんぼなんですけど、今日は佐藤錦グラッセドライフルーツです。まあね、ウイスキーっていうかバーではドライフルーツはポピュラーですよ。レーズンとかね、イチジクとか、うん、ああいったドライフルーツがポピュラーなものなんですけれども、山形産のフルーツを無添加、無香料、無着色、オイルフリーにこだわり、
自然の甘さに仕上げました。最近私そういう無添加なものにハマってまして、てか気をつけるようになりまして、いわゆるダイエット系飲料あるじゃないですかね、あの炭酸飲料とかダイエット系の、甘味料が入ってるやつ、アセスルファム系とかスクラローズとか、ああいったもの、ああいったものが入っているプロテインを極力取らないようにしようと思って、うん、まあただでさえあのプロテインってタンパク質ですから、結構ねあの内臓、特に肝臓とか腎臓にね、あの大量に摂取するとやっぱある程度の負担をかけてしまうんですよ、うん、で結構定期的に飲みますし、そこ行くとやっぱりあんまり甘味料ってのは、うん、よくわからないが、あまり体に良くもないんじゃないかなみたいなことがあって、極力甘味料が入っていないものを口にするように最近なってきました。はいはいはい、そうなんですよ。だから若干そのね、例えばある程度カロリーが高いだとか、あのいわゆるフレーバーがないとかいうことはあるんですけど、いや最近むしろあのプレーンの方が好きな砂糖なんで、その辺は平気なんですけど、意外と甘味料って溢れてますね世の中にはね。そんな中に今日はこういったまあ無添加なものね、可愛いですね。いただきます。原材料はさくらんぼ、グラニュー糖、食塩以上。それでも来年の4月まで持つそうです。うまいじゃん、すごく優しい甘さ、控えめです。昔はドライフルーツあまり好きじゃなかったんですよ、子供の頃。あのレーズンとかドライマンゴーとかあんま好きじゃなかったんですけど、おそらくこういったウイスキーとか酒飲むようになってからでしょうね、好きになったの。うん、これうまいな。山形県西村山郡大江町大江町にある株式会社大江さんが作っているそうです。うん、すごくあのこう噛み締めているとだん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 サフランボの持っているあの爽やかな酸味とかが出てきて、これ美味しいですね。前回の芋煮も美味しかったけど、これも美味しいな。すげえバーっぽいっすよね、なんかウイスキーとドライフルーツってね、美味しい。うん、さあじゃあ今日もね、皆さんからいただいたメールを紹介しながら酒飲んでいこうと思うんですけども、まずは佐藤さん、こんばんは。こんばんは。24杯目にてウイスキーをまさかのサイダーで割って飲んでらっしゃったので、いや、うん、事故なんですけどねどんな感じなのか飲んでみたいと父に言ったところ、甘いだけだよって言われました。そうなんです、甘いだけなんです。なんで知ってるのと思ったら、昔リアルでしたことあったみたいです。おすすめしないと強く言われちゃいました。おすすめしません、声を大にしています。おすすめしません、ただのサイダーです。あれは強いサイダー、今日みたいな普通の炭酸水とウイスキーで結構です。はい、サイダー飲みたいときはサイダーのみでお楽しみください。はい、続きましては、初めまして、初めまして、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。伺ってみたいことがありお便り差し上げます。友人、知人の差なく人とお話しするときにどうにも面白おかしく話してしまう癖があり、明るい人と言われます。でも本当の内面を見せることができないので、自分と人との間に隙間というか壁を感じてしまいます。佐藤さんはとても落ち着いてお話をされますよね。どういう心持ちでいればそういうお話ができるのでしょうか。そうですね、なんかこういつもいい人キャラというか面白いキャラになってしまった時に、あ、はからずもこれは実は本当の自分ではないのだがと思ってしまうということで
解釈させていただきますとですよ、いいんじゃないですか、そこは。なんすごくドライな言い方しますよ、 TPO だと思うんですよね。うん、その人の置かれている状況とか相手とかによって人間って無意識のうちに接し方変えると思いますよ、ね、例えばあの親兄弟家族と喋っている時と電話で「はい、なんとかです!」ってこう外行きの声でちょっとトーン高くなっちゃったりとか、ああいったことだと思うんですけど、うん、だから全ての人の前で、あなたの本当の内面を見せる必要はないんじゃないかと思うわけですよ。逆に不特定多数の人に本当の自分ってやつを見せることの方が僕は臆病なので、必ずしもそれはできないかもしれないね。だけれどもそれを果たしてこう恥じるというか、もっと本当の自分で付き合いたいのにってじゃあ10人対象がいたらその10人もっとかな100人いたら100人の前に本当の自分というものを僕はさらけ出す必要はないと思うね。なんだろう、こう いろんな人と付き合ってこう人と交わったりこう人の中にこう飛び込んでいく中でだん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 他人からさ知り合いになり友達になりっていろんなプロセスを踏んでいくと思うんですけど、その過程であこの人には本当の自分っていうか実は俺ってこうなんだよね、私ってこうなんだよねっていう部分を見せても平気かもなって信頼し合うというか、そういった関係性の中でそういった自分の内面を見せられる相手と出会えるということの方を重視したらいいんじゃないでしょうか。いいと思いますよ、みんなにこう全部さらけ出さなくても。あとちょっとミステリアスなぐらいがこうかっこいいというか人間、あの人本当はどんなこと考えてんだろうぐらいの方が魅力的かもしれませんよ。ってなことだとも思いますけどね。こんな感じでどうですかね。続きましては、たくちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが佐藤さんはさくらんぼの茎を口の中で結べますか。まあ結べたり結べなかったりものによりますけどね。私はできないのでもしできるのならコツを教えてください。残念だな、茎がない。いやー残念だ、お話ししたいのに。いやー残念だな、実演して差し上げられたくて本当にごめんなさいね。美味しいです、佐藤錦のドライフルーツ。ありがとうございます、株式会社大江さん、美味しくいただいてます。はい、おまけにもう一つ、明治のスーパーカップかっこバニラだお好きな佐藤さんはもうやったことがあるかもしれません。アイスの真ん中を一口だけ食べ、そのくぼみにウイスキーを注ぎ、アイスと一緒にいただくとめちゃくちゃ美味しいです。追加で何回もついちゃうので飲みすぎ注意です。うまいよね、本当にあれ美味しい、大人の食べ物だよね。スーパーカップをさこうちょっと深めのさ皿にこうポンと置いてさ、ウイスキーもいいけどエスプレッソをかけるのもいいよね。アフォガード、あれ美味しいよね、優秀だよね、スーパーカップ。これスーパーカップも好きなんだけどさ、ごめんなさい、だから言っちゃおう。俺一番好きなバニラアイスはさ、
ごめん、今まで言ってなかったかもしれないけど、でももう28回やっているこの番組を見てくれているみんなの前でなら本当の自分を少し出せる気がするんだ。実は俺さ、ロッテのモーが好きなんだよね。M-O-W モー、うん、そっちのバニラの方が実は好きなんだ。今までなんか黙ってたけど、ごめんね、許して。でもスーパーカップも好きだよ。同じくらい好きだよ。うん、じゃあグラス空いちゃったからもう買ってくるわ。おやすみ。